M63 は、両剣座にある、渦巻銀河。ひまわり銀河という通称で知られる。天の川銀河とほぼ同じ10万光年の直径を持つと見られる。M51 や M101 と同じ M51 銀河群に属している。1850年に、ロス卿が渦巻構造を発見した14の銀河に、含まれるなど、早くからその渦巻構造が知られた銀河の一つである。 双眼鏡で十分構成と見分けられる明るい銀河の一つである。口径5センチメートルの望遠鏡で星雲らしくなる。中心部に輝く星が見える。口径10センチメートルで中心がよく輝いて、淡い大円形の光に取り囲まれていることがわかる。条件さえ良ければ、星雲の一端が尖っているのも見える。合計20センチメートルの望遠鏡では、 中心部を取り巻く工房が次第に見えてくる。光景が大きくなるに従って、中心部を取り巻く腕が明瞭になってくる。銀河の端に見える発動性は、M63 とは無関係である。1971年5月25日に、超新星 SN1971 愛が発見された。1779年6月14日に、メジャンが発見した。 シャルル・メシエはメシャンの発見した星雲である。カスカで M59 と同じくらい。星を含まない。即尾弱のわずかな照明で消える。近くの発動性が星雲に先行するとした。ウィリアム・ハーシェルは非常に明るく NP から SF 方向に広がる。よく輝く核があるとした。通称のひまわり銀河は銀河の形状が ひまわりの花に似ていることから付けられた。英語でも同じくサンフラワーギャラクシーという通称で呼ばれる。ありがとうございます。